私とちかねちゃんの誕生日に空を染めた黒い太陽の光は最悪となって村を、学園を、私たちを飲み込んでいきました。この社が崩れ落ちるとき、空に黒い太陽が昇る。オロチがよみがえる。二人の巫女がよみがえらせる神、スサブル剣神、雨の村雲をもってのみ月の社に封じることができる。二人の巫女。そしてもう一つ話しておかねばならないことがある。私たちにはまだここでできることがあるんだもの。誰が殺してなどやるもの。大丈夫、姫子は俺が必ず守る。ありがとう。ほうが見なきゃいけない人なんてここにもいない。決めた。どこかで姫子、姫子だけを待ってる人が、ただ一人の人が。ちかねちゃん。俺、姫子に言いたいことがあるんだ。でも今は話せない。姫子、今夜、空に黒い月が昇るわ。その時あなたを殺すわね。